1977年のケロチ駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、アバシル方面。右に、サロマ湖に注ぐケロチ側、川口の湿地帯が広がる。ホームは中遊別側にずれて設置されている。貨物及び荷物取扱い廃止5年後の姿で、駅裏のかつてのストックヤードには、暴風雪林が植栽されているが、林業盛んな頃はここに木材が望みされたことも、 あった。駅裏の副本線は撤去されずに残されていた。国土交通省国土画像情報をもとに、作成ケロ地駅は、かつて、北海道門別郡優別町アザケロ地に設置されていた、日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号はケロ、有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で、 一面二線の島式ホームを有する地上駅で列車交換が可能な交換駅であった。駅舎側が下り線、外側が上り線となっていた。その他、上り線の外側に側線を一線有していた。職員配置駅となっており、駅舎は校内の南東側に位置し、ホーム南側とを結ぶ校内踏切で連絡した。ホームは砂利式であった。当駅では、 手作りのホタテ貝殻付きの入場券が発売されていた。当駅が所在していた地名より、地名はアイヌ語のケーラツ、ケレオチなど、由来には諸説ある。旧ケロチ駅舎操査版も残されている、旧駅構内の様子車両が展示されている、旧駅構内は1989年5月から、優別町により、優別町経路地交通公園として整備された。駅舎、レール、 ホームが保存され、ホームに横付けする形で、C58 系蒸気機関車、C58139 号機と、それに連結して、国鉄の旧型客車である、スハ45系スハ456、オハ62系客車オハ6291が、生体保存、展示されている。車両は1999年時点では、野ざらしだったが、2010年時点では、 車両が保存されている部分には屋根が設けられており、保存状態は良い。スハ45は車内がカーペットが敷きに改装され、宿泊施設となっている。駅舎は現役当時のままで、鉄道資料室及び公園管理棟となっている。車内に駅名表、行き先表、閉塞機、通表、備品、乗車券、時刻表などの有毛線関連資料が保存、展示されている。 駅横には、有望線開通の経緯が記載された、鉄道記念碑が混流されている。なお、敷地内には、現役当時は存在しなかった、古戦橋が設置されている。以上は2010年時点、2011年時点でも、同様の状況であった。また、2011年時点では、当駅跡から、浜戸古丹下上工場型の、ケロチ川までの線路跡には、土止め用に、 レールや枕木が再利用されていた築堤が残存していた。日本国有鉄道有毛線バロウ駅、渋しかり乗降場ケロチ駅、浜戸古丹かり乗降場から、浴衣駅、ありがとうございます。